皆さんこんにちは、滝沢勝則でございます。今回の動画は見てるだけでためになってしまう楽しい楽しい検証動画でございます。わあ、検証していくよ、楽しみだね、ワクワクドキドキだね。何を検証していくかと申しますと、ズバリマイクロフォンでございます。皆様、ダイナミックマイクとかコンデンサマイクなんていう単語を少なからず聞いたことがありませんでしょうか。実はマイクロフォンというのは大きく分けて3種類ありまして、リボンマイク、ダイナミックマイク、コンデンサマイクなんてのがあります。で、この中のリボンマイクに関してはちょっぴりマニアックで、僕も実はリボンマイクは持ってないので今回は除外させていただくとして、ダイナミックマイクとコンデンサマイク、それぞれライブの現場でもすんごいよく使われるし、生放送とかの現場でもすごいよく使われるし、レコーディングの現場でもすんごいいろんなものが特化引っかいですっごいたくさん使われまくってるわけでございますよ。で、それぞれダイナミックのメリット、デメリット、コンデンサのメリット、デメリット、それぞれのこの選び方とか考え方とかすごいたくさんあるんですけれども、皆様少なからずこの動画を見てくれている時点で少なからずそういうのに興味を持って Google でコンデンサ、ダイナミック、違いとかで検索したことがあると思うんですけどね、そういうので検索するとすっごいたくさんもうね、ブログとかも情報とかすげーたくさんバーって出てきてくれるのはすごく嬉しいんだけども、やっぱりこうテキストで読んでてもね、なんかね、実感湧かないと思うんですよ。ダイナミックマイクの仕組みはこんな感じで、ふんふんふん、そうか、コンデンサマイクは電流供給が必要で、ふんふん、そうかそうか、なんかダイナミックはこんな感じで出力がうんだらかんだらで、コンデンサマイクはうんだらかんだらレンジが広くて、レンジオレンジ的なみたいな感じでこうね、なるほど、わからんってなったことで、少なからずあると思うんです。そうなんですよ。やっぱりね、音だからね、文章で読んでもなかなか実感わからないと思うんですよね。そこで今回の動画でございますよ。今回のこの動画の中で同じ対象物をダイナミックマイク、コンデンサマイク、両方で撮って音を比較して耳で実感して体験していただこうと思います。なのでもね、百聞は一丁にしかずじゃないけれどもね、どんなブログを読んでも、どんな記事を読んでもなかなか理解できなかったことが、この動画を見終わった後には皆様が、ダイナミックマイクはなるほどね、こういう音か、コンデンサマイクの特徴はなるほどね、こういう音かっていうことをもうね、理解できると、実感できると、そんな感じの素晴らしいコンテンツになる予定でございますので楽しみにしていただけたら幸いでございます。ちょっと僕もね、どんな感じになるか少し楽しみではあるんだけど、まあそんな感じで楽しんでいただけたら幸いでございます。そんな感じのコンセプトです。ではまず選手紹介させていただきましょう。僕が持ってるダイナミックマイクとコンデンサマイクを使って、まあ、今回比較をしていくわけなんですけども、まずどんなマイクを使っていくのか、ちょっくら、先にご紹介させていただきます。まずはダイナミックマイク代表からいきましょう。ベベーン。ダイナミックマイクの超定番モデル、本当もね、ダイナミックマイクイコールと言ってもね、過言じゃないぐらい、本当にまずダイナミックと言ったらこれってね、超定番、もうまずこれを買えっていうね、そういう機種があるんですよ。それがこちらでございます。 SM58、シュワーというメーカーの SM58 というマイクでございます。初めての一本にも最適だし、まずこれ買っとけっていう、そのぐらい超定番です。もうどのライブハウスも、どのスタジオも、どの音楽の現場も必ず、もうこれが置いてなかったらちょっと同化しているっていうレベルで必ず置いてある超定番モデルでございます。一応基本的にはね、そのこのマイクとして、あのボーカルマイクとして使うこともあるんですけれども、でも撮ろうと思ったらね、全然楽器も撮れるし、本当にね、めちゃめちゃこの使いやすい超定番のダイナミックマイクでございます。で、これがナンバーワンの定番で、ナンバーツーの定番もあるんだけど、それがこちら、ババン。同じくシュワーの SM57 というマイクでございます。57だけでもね、全ての楽器がレコーディングされて、ボーカルも取っちゃって、もうね、 CD が作られている音源ってもね、世の中にたくさんあるぐらいにも超定番マイクでございます。これもね、どのスタジオ行ってもね、必ず置いてあるっていう超定番でございます。今回歌に関してはこの SM58、 そしてギターに関してはこの57で撮っていこうと思います。こんな感じの、ダイナミックマイク超定番ナンバーワン、ナンバーツーでございます。それぞれまあ1万円しないぐらいかな、9000円とかそのぐらいで買えるマイクだと思います。で、それに対して、こちら、コンデンサマイク代表を紹介させていきましょう。選手紹介、コンデンサマイク、ボーカルマイク、ババン、アーカーゲイ C414XL2 でございます。これもまあ定番マイクです。このアーカーゲイって読むんですけども、 AKG と書いて、アーカーゲイっていうマイク自体がまあね、本当もコンデンサマイクにおいては超定番中の定番でございまして、で、この C414 って言うんだけども、この414シリーズもまあめちゃめちゃ定番でございます。どこのスタジオ行っても必ず置いてあるぐらいにもうロングセラーですよ。まあいろんなね、414のこの XL2 以外にもね、なんか XLB とかなんか XL なんとかみたいな感じですごいたくさんあるんだけども、まあこんな感じの形を見たら414と思っていて、まあ大体間違いないっていう感じでございます。
倍価としてはまあ9万円ぐらいかな、ちょっとお値段張ってしまうんだけれども、まあそんな感じのコンデンサマイクで、歌の方を撮っていこうと思います。で、楽器を撮っていくコンデンサマイク、紹介させていきます。ババン、こちらブルーのハミングバードという、コンデンサマイクでございます。まあ3万円くらいかな。これはね、ちょっとマニアックです。あんまり定番ではない、僕はそのね、楽器を取るとき、そのギターを取るときにこれを毎回毎回使っているんだけども、まあね、そのコンデンサマイクのその端子孔っていうんだけども、そのこの方向の延長線上にある音をしっかり拾えるよっていうね、その端子孔ってやつの、コンデンサマイクが欲しくてこれを買ってみました。めちゃめちゃ便利です。すごい重宝しております。もし皆さんがね、ギター弾く人でそのね、楽器用のコンデンサマイク3万円台ぐらいでなんか探してるって方いらっしゃったらね、このハミングバードめちゃめちゃおすすめです。めちゃめちゃ買ってよかった本当に、すごくおすすめです。これで楽器を取っていこうと思います。そんな感じで、以上が、選手紹介終了でございます。歌に関してはダイナミック代表は、シュアの SM58 1万円ぐらい、そして、こちらアーカーゲコンデンサマイクに関してはアーカーゲの C414XL2、大体9万円ぐらい価格が違いすぎるって話ですよねダイナミック代表としては SM57、 そしてブルーのハミングバード、コンデンサマイク代表としてやっていこうと思います。で、それぞれさ、価格が全然違うからさ、じゃあ音がいいのかっていう話になって、実はね、ちょっとそういうわけでもないんですよ1万円と9万円だから9倍音がいいかっていうと、実はそんなこともなくて、ちょっとね、比較をしながらね、皆さんの耳でその実感しながら、比較をしながら、コメントとかね、チャットとかね、ぜひしてみてほしいんです。それぞれそのね、音の好みによるところがね、すごくでかいんだ。なので、あー、コンデンサマイクの方が確かに説得力あるなとかね、あ、いい音するなって思うかもわかんないけども、僕は好みじゃないなっていうパターンもね、全然あると思うんですよ。なので、そのね、皆様がその聞いた感想とかね、その印象とか、そういったものですね、ぜひお気軽にババッとチャットとかコメントしていただけたらすごく嬉しいなと思います。それではセッティングをしていきましょう。僕もこんなにがっつり比較をしたことは今までないんで、ちょっとどんな感じなのかすごく楽しみでございます。それではセッティング大変ですけども頑張ります。いってみましょう、やってみましょう、イエイ。それではセッティングができましたので、実際にレコーディングをしていってみましょう。ボーカルの方はダイナミックマイクは SM58、 コンデンサマイクは C414、 そしてギターの方はダイナミックマイクは SM57、 コンデンサマイクはブルーのハミングバードというセッティングでお届けをします。3パターンやってみます。弾き語り、そして歌だけ、ギターだけという感じです。で、それぞれのパターンのダイナミックマイクだけのバージョン、コンデンサマイクバージョン、ダイナミックマイクバージョン、コンデンサ、ダイナミックコンデンサって感じでね、交互に同じ演奏を、マイクを切り替えてお届けしてみますので、ぜひとも聴いていただけたら幸いでございます。僕もこんなまじまじとね比較をしたことがないから、どんな感じになるかすごく楽しみでございます。それでは検証いってみましょう、どうぞ。 And in this crazy life And to this crazy time You made me seeEverywhere, you're everything. And in this crazy life, and through this crazy time, you made me see your every line, your every word.マイクチェック、マイクチェック、声のマイクだけ生きております。僕のビッグラブ、心の中に溢れているよ。いつもビッグビッグラブ、少しでも君に届けばいいな。こんな日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよマイクチェック、マイクチェック、声のマイクだけ生きております。僕のビッグラブ、心の中に溢れているよ。いつもビッグビッグラブ、少しでも君に届けばいいな。
幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよ。それでは一通りの音を聞いていただきましたけども、いかがだったでしょうか。こうやってね、まあ、ざっくりこうバーッと並べて聴き比べると、それぞれの音の違いというのがはっきり分かったかと思います。そして最初に言ってたように、コンデンサマイクの方がね、9倍値段が高いから9倍いい音がするなんてことは全くないということも、ね、分かっていただけたかと思います。で、実際に耳で聞いていただいて、ああなるほどな、こういう違いがあるのかなっていうのも実感していただいたと思うんですけども、それが言葉に表せなくても全然 OK です。なんかこの違いを言葉で表せとか感想を言えと言われてもね、なんか耳ではわかるんだけど、なんか何て言えばいいのかなっていう状態、全然正常、正解でございます。もともとそのね、音は音ですから、その音を言葉で表そうとか言葉で表現しようっていうこと自体がまあナンセンスなので、そこで言葉で表せないからね、なんか理解できてないのかなとか実感できてないのかななんてことを思う必要は全くございませんので、そこだけはまあご安心いただければと思います。で、ちょっとおまけでですね、このパソコンのソフトを使ってそれぞれの音の違いの特徴なんかをですね、ちょっとおまけ編として、補足させていただこうと思いますので、もしお時間があったらお付き合いいただけたら幸いでございます。まず順番にまず聞いていってみましょうか。それぞれこの SM58、SM57、 そしてこの C414 ハミングバードって感じのマイクが並んでおります。で、弾き語りの方からいってみましょう。ペットネーム、 And in this crazy life and to this crazy time to eat to you made meっていうのと、コンデンサ。And in this crazy life, and through this crazy time, you made me see your every line, your every word, your everything. まあこうやって聞いていただくと分かると思うんですけども、コンデンサマイクの方がやっぱりそのきらびやかとか伸びやかとか、そんな感じの印象をいただくと思います。特にギターがそうなんですけれども、そういうこの低音の方もはっきり聞こえれば、なんかこの高の方もしっかり聞こえるというか、今とりあえず SM58 だけ聞いてみるとするとこんな感じ。やっぱりこの下の方、この辺にこのまとまってくるんですよね、ダイナミックマイクの場合は。でもそうじゃなくて、このコンデンサマイクの場合は、そして上の方もかなりしっかり拾ってるし、下の方も結構モサモサすると。で、これはまあもちろんいいところではあるんだけども、僕のねコンデンサマイクをちょっとこのね、ちょっといつもこの気になっちゃうところとして、低音部分ちょっと聞いてみましょうか。この辺わかります？ちょっとこのね、下の方のこのボボボボ、モコモコモコっとした感じ、ちょっとしっかりこう絞ってやってみましょうか。この
このピックが弦を叩いて、このボディのトップがこうねボンって押された時のねジョ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 って音なんですよ。なんか結構この音がさ、こうやってまあ目立たせるとまあ気になるなって感じはするじゃないですか。でこの気になった後にもう一回ちょっとねフラットに戻してみましょうか。そうするとまた気になると思うんですよこれ今元に戻した状態です。なんか言われるとあーって感じしますよね。なんでいつも僕はこの辺結構ざっくり切っちゃうんですけど、こんな感じでいろいろこの広いすぎるがゆえにちょっとこの扱いづらいところもあったりとかするんですよね。このぐらいかな。でコンデンサマイクじゃなくてこのダイナミックマイクの方もまあいわゆるねそのイコライザーで、上の方を補強し上げればちょっときらびやかさは出るっちゃ出るんだけど、でもやっぱりこうやって上を補強したとしてもやっぱこうねコンデンサマイクのきらびやかさと種類が違いますね。こっちの方がやっぱキラ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 してる。あ、この辺、この辺やっぱ美しい、綺麗、なんかこの光り輝く感じこんな感じでこの低域側って言い方をするんだけども、低い音に関しても高い音に関してもやっぱりダイナミックマイクの場合ね、このギュッとしちゃうのに対してコンデンサマイクの場合めちゃめちゃこの広く拾ってくれていると。でそれによってこう広がり感とかきらびやかさ感とかもあるんだけども、僕のなんかこう個人的な感覚としてはダイナミックマイクよりもコンデンサマイクの方がなんかそこで演奏してる感じっていうのかな、イヤホンとかヘッドホンで聞いてるんだけども、なんかこの音源として聞いているというよりもコンデンサマイクの演奏の方がなんかそこで演奏してる音、なんか本当に人間の耳として聞こえてる音がそのまま再生されている、そのまま集音されているっていうような感じのイメージが、僕はちょっとあったりとかしますね。で他にも、もう一個の方行ってみましょうか。こちら歌の方ですね、歌だけの方。ちょっとこのギターのトラックは使わないんで、この57と、ハミングバッドに関しては削除しちゃいました。まずはこのダイナミックマイクの方行ってみましょう。マイクチェックマイクチェック、声のマイクだけ生きております。僕のビッグラブ心の中に溢れているよ、いつもビッグビッグラブ少しでも君に届けばいいな、幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよ。いやー、この58がやっぱいい仕事するよね。すごいよね。このマイクがいい。本当に手話の SM58 がいい。こっちでコンデンサー。僕のビッグラブ心の中に溢れているよ、いつもビッグビッグラブ少しでも君に届けばいいな、幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよ。うん、やっぱりこっちもギターと一緒でこのねやっぱきらびやかさみたいなのがねすごいこう出てる感じがしますよね。特にその僕のビッグラブ最初のここのところとかそうかな、一番最初って音っていうやつ、こういうところとか結構如実に出てこないや、そんな変わんなかったですね僕のビッグラーこの辺かな、グラー、あ、そうですね、この辺とかラーのアになったところグラグラ、こっちのこのダイナミックマイクの方だとやっぱりちょっとこの縮小してるというかグラ、なんかちょっとこのそのままって感じがするけど、グラーグラー、コンデンサートグラーグラあになった時なんかこうねすごい一歩向こう側に飛んだというかなというか、グラー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 、なんかちょっとこの広がり感みたいなのが出た感じはしますよね。少しでも幸運な
幸運な日が続いたら気が狂いそうなほどのところとかも、幸運な日が、それ最初の子とかも、幸運な日が、幸運な日が、最初の子とかも結構幸運な日が、なんかその飛んでいく感が、幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど、うん、だいぶ違いますね。幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよ。うんうん、こっちはやっぱコンデンサーの方がやっぱ、幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよ。中域の真ん中ら辺っていうのかな。幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど君が好きだよ。この辺かな。幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど、幸運な日が続いたら気が狂い、この辺のこのちょっとザラザラした感じ。幸運な日が続いたら気が狂いそうなほどが、コンデンサーの場合はなんかあっていい感じですね。こっちの場合とはあるけど、ダイナミックの場合はそのザラザラしたところはちょっとないというか、幸運な日が、まあすごいいい意味でそのストレートであるんだけどね。幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど、そしてコンデンサー、幸運な日が続いたら気が狂いそうなほど、な、上の方のザラザラした感じがあるのが分かると思います。でも本当これね、こっちの58に関してはね、1万円のマイクで4インチも9万円のマイクなんだけどね、なんか本当もね、これはね、単純にそのね、58がねすごくいい仕事してるっていう、そういう話だと思います。でもこうやって聞く、聞き比べるとね、あ、なるほどねと思ってすごい面白い感じですよね。でその次、ギターの方も行ってみましょう。多分ねこっちの方がね如実に分かるかなと思うんだけども、まずはダイナミックのマイクの方行ってみましょうか。そうすれば真ん中ら辺に寄ってますね。コンデンサあ、グループされてない、まあ、いっか、コンデンサこちらですね。あ、やっぱこの上のこの辺がしっかり出てますね。いや、このやっぱギターの方はその あのハミングバードがめちゃめちゃいいマイクなんですよね。なんか本当上の方のこのなんていうんですか、ちょっとこのきらびやかなところの成分、この辺がすごいこの映えてますよね。この辺がめちゃめちゃ美しい。でちょっとモサモサするところに関してはちょっとカットしたいので、この辺もちょっと切ろう。なんかどんどんいってるところありますね。どんどんいってるところ、これかな。
こうするとすごくいい感じですよね。でちょっとこのダイナミックマイクと合わせて、ダイナミックマイクの方もちょっと鳴らしながら、で両方とも鳴らして軽く左右に振って、ちょっと振りすぎだな。うん、こうやったりとかすると、まあいい音だったりとかするでしょう。まあこんな感じです。実際そのね、イコライザーの画面をお見せしながらね、ちょっといじったりとかしようと説明させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。本当何度も言うだけはね、そのダイナミックマイクだから悪いとかね、コンデンサマイクだからいいとか、そういうわけでもなくてね、本当にこう、どういう音が欲しいかとかね、どういう音にしたいかによって、その選択肢としてこの選んでいくわけなんですよ。とりあえず聞いていただいて分かる通り、そのレンジが広い、帯域が広いっていうのはね、分かっていただけたかと思います。コンデンサの方がね、低域も高音域もね、わーっと広いからその広がり感があるんだけれども、ダイナミックマイクの方がやっぱりそのガッツがある感じがするというか、そのギュッと締まってる分埋もれにくい音が作れたりとかするんですよ。そんな感じで、ちょっと今回ですね、だいぶ長くなりましたけども、コンデンサマイクとダイナミックマイクの違いということで、いろんな音を聞いていただきました。いかがだったでしょうか。そろそろね、まあ終わろうと思うんですけどね、もしまたこの気になることとか質問とかご感想とかありましたらね、チャットもしくはコメントにバシバシ残していただけたら幸いでございます。そんな感じで今回の動画終わりにさせていただきましょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ。の前に、私、滝沢克成、Java 会などをやっております、まあ、YouTube メンバーシップってやつなんですけども、まあ、簡単に言うとね、その YouTube の有料会員みたいな感じなんですけれども、なんかこう、大人のサークル活動みたいな感じでね、その会員さん同士でなんかワイワイと、なんかこの Twitter やったりとか、オフ会やったりとか、発表会やったりとか、リハーサルやったりとかして、なんかね、ワイワイ遊んだりとかしております。結構ね、面白い音楽友達とかできると思いますし、なんかイベントとかでね、その一緒にこう面白いことができればなと思っておりますので、なんかこういう会員さん限定グッズとかもあったりとかするので、もしよければ、社の方からですね、詳細を確認していてご加入いただけたら嬉しいなと思います。そんな感じで終わりにさせていきましょう。ではでは、再々になりますが、最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。